はい、まこねーです。今日も楽しくダイエットの勉強をしていきましょう。昨日ね、ちょっとね、煽りすぎたかなーなんて思って、なんか今日よっぽど難しい話するのかなって思われたらどうしようとか思って悩んでいました。そう、2分ぐらい。まあそんなわけで今日もダイエットの勉強をしていきますが、今日は非常に重要な要素がたくさんあります。ぜひね、なるべく、この資料を見ながら見てる、聞いてる人じゃなくても、音だけ聞いてる人でも分かりやすいように、頑張っていこうと思うので、なんとかついてきてください。そしてね、今日は多分ちょっと長めになると思います。まあ、20分、30分ぐらいになるかもしれません。まあ、途中でね、やめるのも、まあ、もちろん自由ですけども、今回のは、まあ、きっちり、何度か見て、なるほどなと分かってもらえると、皆さんのダイエットに非常に役に立つと思います。まあ、このね、レッスンは、レッスンというかアウトプットは、日本ダイエット健康協会の公認インストラクターを目指す小川誠こと、まこねーが、その生活アドバイザー、プロフェッショナルを目指していく中で、適当にしてる、1と2の2の内容をもとに、テキストを作って、資料を作ってます。で、そのテキストをもとに、お話してますので、どうぞ、安心してお聞きください。嘘800は言ってません。ただ、たまに間違いの漢字があったりとか、漢字の読み間違いがあったりとか、抜けて、あれなんてことはありますが、それも気にしないでください。個性ってやつです。さあ、レッスン3、現在ダイエットの基礎知識。今日は問題9です。さあ、なんか気合が入りません。今日は本当ちょっと気合入れていかないと、ちょっと厳しい。私も厳しい。さあ、今日の問題はですね、問題9。目標体重の設定には、脂肪体重も重要な要素となる。丸か×か。もう一回いきます。目標体重の設定には、脂肪体重も重要な要素となる。丸か×か。これはまあ答えを先に言っちゃいます。丸なんです。でも、脂肪体重がなんだかよくわからないとわかんないだろうし、このテキストの今回の場合はですね、例題を出して説明しちゃったんですけども、私もね、テキストを読んだときはこの例題がいまいちイメージつかなくて、結局自分の体重をもとに、構成し直しました。なので、この収録は、21日の午後撮ってるんですけども、21日の朝、測ったデータをもとに構築してます。はい。じゃあ、この今回の、問題のテーマ、大テーマはこんな感じです。目標体重の考え方。目標体重の設定で最も重要な要素は何ですかってところを、まあ皆さんちょっと考えてほしいんですけども。うん。まあ、昨日も今日も聞きになってる方は、まあ結構私すごく言ってるかもしれないので、あれねって思うかもしれませんが、さあ何でしょう。そうなんです。体脂肪の量なんです。はい。体脂肪の量が非常に重要です。だから最近の体重計はどれでも体脂肪率が出るようになってるんですね。では早速、先ほどから話に出てた、脂肪体重っていうものは何ものかからゆっくり説明していきましょう。まあ、脂肪体重っていうのは、まあね、多分ね、日本語で言われることってあんまりないと思うんですが、略して LBM って言われることがあります。まあ、LBM って聞いても、BMI は知っても LBM は何かなっていう方は結構いらっしゃると思います。同じね、ボディとかね、マッスが入ってる割には、あんまり、BMI と LBM は関係ない。全然別物だと思って理解しててください。はい。じゃあ、LBM は何かというと、こういうものです。身体を構成する体脂肪を除いた総量。そう。まあ、ぶっちゃけ、そう。
自分の体、私の体から全部の脂肪を抜いた、脂肪だけね、脂肪だけ。骨と皮と、中に残ってるうんちとか、栄養とか、いろんなのも、の骨とか水とかも入ってるけども、とにかく脂肪だけ抜いた自分の体の総量です。はい。ちょっと興味ありませんか？脂肪を抜いたら私の体はどれくらいの体重かなみたいな。そう。それが脂肪を抜いた残ってるものが LBM、じゃ脂肪体重です。まさにね、取り除く脂肪の体重ですからね。LBM。このテキストというか、今回の話の中では、私はこれ以降、LBM って解説してるので、LBM って聞いたら、ああ、脂肪がなくなった自分の体重ねって思ってください。さあ、早速やっていきます。実は、この LBM は、体重と体脂肪率が分かってれば計算できます。なので、お手元にある自分の体重計でね、測った後に、ピピって自分のスマホで計算することもできるし、できますよ。できますが、もしかしたら今の体重計だったら LBM がパッて計算が出てくるものもあるかもしれませんね。私の手元にはありません。で、LBM は、体重と体脂肪率で計算できるので、私のデータを今ここにまとめました。身長174センチ、今日の体重は102.5キロ、今週はね、102.5前後、0.23キロの変動はあるけど、だいたいそれくらいから動いてませんね。結構暴飲暴食の嵐だった週なので、動いてないってことはいいんですけども、体脂肪率は29.4%。実は、この29っていう数字が出たのは今日が初めて。なので、体脂肪率も徐々に落ちてはきてはいるのかなとか、体脂肪、明日になるとまた32%ぐらいになってるかもしれないんで、ちょっと何とも言えないんですけども、とりあえず一番低い数値が今出てるっていうのはちょっと嬉しかった。で、年齢は48歳です。はい。1974年生まれの寅年です。はい。さて、BMI の計算ですね。そう、そんなに難しいことはないんですが、そう、言われてみればそりゃそうだろうっていう話なんですけどね。計算が苦手な人はちょっとね、パニックになるかもしれない。はい。体重から体脂肪っていうか脂肪を抜いた計算なので、こういう感じになります。そう。体重に対して、それこそ脂肪をね、脂肪を引けばいいわけだから、まず体重と体脂肪率をかけると、体重と体脂肪率をかけると、人間の体の脂肪が計算されます。はい。その残った脂肪と元の体重を引くと、LBM、と脂肪体重があって計算できます。私の場合は、こんな感じですね。計算すると、72.4キロが女脂肪体重、LBM。だから私の脂肪全部取り除くと、72.4キロってことなんです。はい。そう。私意外と筋肉質なのかなって自分で、前から思ってたんだけど、そう、それがね、これから先計算していくと、あちゃーみたいな感じになっていくのよ。そう。さあ行きましょう。次。そう。次の項目に行くんですが、有効で正しいダイエット法についてちょっと勉強していきましょう。有効なね、正しいダイエットを実現するために、正しい目標体重と、正しいダイエットの期間っていうのが非常に重要なんです。はい。その中で有効で正しいダイエットを実現するためには、体脂肪率と LBM、そう、体脂肪率と LBM、上脂肪体重ですね。と、をもとに、標準体重を逆算する。標準体重ね。そう。要するに自分の体重が標準体重とどれくらいずれてるかっていうことですね。そして、BMI をチェックして、そう。じゃあ、その自分のデータから BMI が標準とどれくらいずれてるかっていうのを見て、果たしてどうやってダイエットしていくってことになります。はい。私の BMI はね、昨日だったかな、おとといだったかな、やったので、パッと出しておきました。BMI は、今日のデータですけど、33.9。で、私が目標にしている体重は17%です。この17%は、今回は出てこないんですけども、
男性の4、そう、私ね、まあまあね、まあ、現状はね、成人は、女の子ですけども、まあ、体はね、何もいじってない男の子の体なので、まあ、体脂肪率も、この年の平均の17%っていうの、17%も平均の中でも下目ですけどね、下目で、目標体脂肪率17%って前から決めています。はい。まあ実はこの資料を作るまではそうだと思い込んでました。そう。で、まあなので、33.9っていうのと17%使って目標体重を計算していきます。まあ先ほどの計算方法で計算します。はい。あれ？これ先ほどやってなかったな。そうね。目標体重の計算は、LBM、まあ、上脂肪体重ですね。割ることの、1マイナス体、1引く体脂肪率。まあ、要するに、体脂肪率から、体脂肪率を抜いた数字から、数字を、LBM を体脂肪率を抜いた数字で割るってことですわな。まあまあ、私の場合は、体重の、上脂肪体重の先ほど出た72.4割るの、括弧1引くの0.17。0.17は、目標体脂肪率ですね。で、括弧閉じると、87.2っていう数字が出てきます。つまり、17%の体脂肪率を目指すんだったら、私の目標体重は87.2キロですよ。そう。82.2キロだったら、なんか、私今まで、まあ、ダイエットの歴史長いですけども、近くまで行ったことがある気がしますね。まあ、その頃はこんなこと知らなかったから、そこまで計算したことはありませんでしたけども。で、まあ、今のペースだったら、まあ、そんなに苦労しなくても、まあ、5ヶ月ぐらいで達成できるのかな、なんても思っています。はい。まあ、このね、目標体重が出たってことは、この先に行きます。ここから、BMI を計算します。この目標体重をもとに、再度、BMI を計算すると、34.1になります。はい。つまり、私が、目標体重にしてた、87.2キロまで落としたところで、BMI は34.1。標準の22に比べれば、よっぽどでかいですよね。標準が22なのに私34.1。じゃあ、どこが間違ってるんだろうっていうか、標準の22に近づけるにはどこを修正すればいいんだろうっていうのを逆算していくわけです。はい。まあね、この逆算はね、ちょっと、高学年ぐらいの算数の技量がないとちょっとややこしかった。私、久しぶりにね、分数考えたもん。そう。で、逆算してみると、こうなりました。結構衝撃的です。私もビビった。はい。私の目標とする体重と体脂肪率は、はい。BMI が22と設定したのならば、22にするには、私の体重は66.6キロまで落とさなきゃいけません。はい。そして、衝撃の体脂肪率、なんと8.7%。私多分ね、生まれてから一回も10%なんか切ったことないと思うよ。8.7%ってもうアスリートやんみたいな。そう。まあね、体重と体脂肪率だけでは何とも測りきれない部分があると思ってるんですよ、私。まあね、私の上脂肪体重、LBM の中には、多分、体に合っちゃいけない老廃物、もうたくさんの溜まってると思うんですよね。老廃物とか、余分な、まあ、うんこおしっこは、まあ、別にしてもね、老廃物を抜けたなら、またちょっと状況は変わってくるんじゃないかなと思ってます。はい。なので、今後も、私はね、まあ、毎月ね、大体月の初めに、この目標体重と、目標体重を計算してるんですけども、まあ、今後もね、
月1回私の目標体重と体脂肪率を皆さんにお知らせしていきたいなと思っています。それでですね、実は人間の体には負担にならない程度の1ヶ月に減らしていい体重っていうものがあります。そう、だいたい今の体重の 5% って言われてます。はい、5% ね。だから私が今の 102.5 キロから目標体重になった 66.6 キロまで安定してね、5% をキープできたとしたら、一体全体何年かかるかって計算してました。はい。どうでしょうかね。どう思います？じゃん。およそ9ヶ月です。まあ、5% をキープできたとしてね。そう。うん。16時間断食が、まあ、どこまで私の体重を減らしていくかっていうのはちょっと測りきれないんですけども、まあ、どのみち体脂肪率 8.7 を目指すには、まあ、それ相応の筋トレもやっぱ必要になってくるはずなんですよ。筋トレすればまた筋肉重くなるので、まあね、この最初の私の目標体重と体脂肪率もまた大きく変わってくると思うんですが、今のデータで見ると、5% をキープできたとして、およそ9ヶ月で 66.6 キロに達します。さあ、どうなることやら。ただ、私のダイエットは最初から言ってる通りに3年計画です。はい。この66.6キロになったなら、その66.6キロをせめて1年維持するっていうのが私にとっては重要です。そう。できるならそれから先、一生 66.6 キロをキープしていくと。そう。もちろんね、66.6キロ以下になってもいいんですが、私はね、痩せ型の体型、もうガリガリの体型になりたいわけじゃなくて、女性ホルモンを打った時に、ぽちゃっとしたくらいの可愛さが残っててほしいぐらいの、そう、女性ホルモンを打つと必ずね、男性と女性では脂肪率違うので、まあ、脂肪溜まるんです。脂肪溜まってきます。はい。ちょっとぽちゃっとします。うん、誰が女性ホルモンを打っても、男性に女性ホルモンを打つとそうなります。まあ、それを見越して、がっつり体重を落として、体脂肪率も落としてっていうことなので、この9ヶ月を経って、3年後には、さてどうなっていることか、私も楽しみです。皆さんも楽しみにしていてください。というわけで、今日のテキストは、ここまで。はい。非常にね、数字が多くて、計算も多くて、まあ、本当はね、この資料を見ながら、何回か見てもらうと、ああ、なるほどな、っていうふうに、思ってもらえると思うんですが、まあね、音声だけで聞いてると、ちょっとイメージしづらいかもしれませんね。はい。そんなわけで、明日のお題はこちら。水太りに気をつけるために水分は控えめにするべきだ。丸かバツか、うん。水分ね、水太りね。わかるわ。私もね、16時間ダイエットを始める前ね、もうほんと、何が入ってるかわかんないぐらい、足がね、パンパンで、触っても凹まないの。まあね、足がパンパンでむくんでてさ、押すとそこだけ穴が開くっていうことはあるじゃん？あるよね。うん、あるよね。でも私の場合はパンパンすぎて、押しても凹まないの。まあね、それをね、どう改善していくかっていうのが、私の一番最初の16時間のダイエットの課題だったんですよね。まあ結果的に塩分の取りすぎと、デトックスとリンパがやっぱり詰まってるんじゃないかっていうことに着目して、私はね、デトックスしやすいものを取りながら、水分をたくさん飲んで、お風呂でリンパマッサージを繰り返したと。そう。で、当初はね、リンパが詰まってそうなところがね、ほんとね、ちょっと触っただけ見てみたいな感じだったんだけど、今はね、足は付け根の方を揉むとやっぱり痛いんだけど、足はね、どこを触っても痛くなくなりました。そして、凹みというか、柔らく足がね、ポチャポチャって動くようになった。まあ、それだけでもね、この1ヶ月、2ヶ月、最初の1ヶ月ぐらいでも、そこまでできたので、まあ、嬉しかったな。本当に。うん、やった甲斐があったって、本当その時思いました。まあ、そんなわけで明日の問題は、水太りに気をつけるために、水分は控えめにするべきか、マルクやバスか。ぜひ皆さんも考えてみてください。そんなわけで今日も、エンディングの時間になりました。最後までご視聴していただきありがとうございました。はい。まあ、このね、今日の問題は本当に
体重、目標体重が計算できることで、最終的にどれくらいのダイエット期間をダイエットすればいいかまでわかるし、なんといってもね、何が目標、体脂肪率を減らしていくのがやっぱりね、ダイエットの目標なんですよ。はい、体重はまあ、ぶっちゃけどうしてもいい、どうでもいいっていうのはまあ、本当のところで、そう、体重の目標体重はやっぱね、体脂肪率ありきで考えるべきなものなんです。そうすると、まあ、正しい、知識、計算方法でしていかなきゃいけないってことになりますね。多分ね、今時の体重計だと、まあ、ここら辺ね、もう、計算されて出てくるものもいっぱいあるんじゃないかな。ちなみにね、私の使ってるデータを記録してるアプリは、このね、目標体重が瞬時に計算されますね。はい。確かそういうアプリだった。あんまり意識しないからそうだったけど、なんかこの数字なんだかなって思った時に、なんか目標体重とパッて計算して出てくる。そう。まあね、プログラムみたいなものはさ、計算得意なので、こんなのプログラムで計算できればいいものを計算させてくれればね、楽なんですけどね。まあそんなわけで、今日も、終わりになります。また明日、お昼の12時から配信しています。また明日、ぜひご覧ください。明日はね、結構、軽い感じで聞いてても問題ない。そんなわけで、まこねでした。バイバイ。またねー。